ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、2月10日、みきちゃんのバースデーです。はい。ということでね、まあ、みきちゃんバースデー関係ないんだけど、ソーレ飲みます。はい。ちょっとね、はい。にがり水。ね、めんどくさいコメントがあるんでね、ごめんね。透明のグラスに入れます。ね、コメントがなあってね、どっかにあったよな。裏回されとったよな、確か。ちょっと待ってね。もう同じコメント嫌です。めんどくさいです。モデレーターさんが何回も消してくれとるみたいでね。裏に何回も回ったんだけど。モデレーターさんから連絡があって。消すねんけど、また出てくんねんって。ゾンビかよって言った。ゾンビコメントかよ。最近必ず見せてた壮麗をかき混ぜる様子も見せず、コップも透明ではありませんね。やめたんですか？それならそれで健康に良いのです。素直でそう言えばいいのです。モデレーターではなく本人が消していますよね。いえ、モデレーターさんが消してくれてます。モデレーターにより削除済みって書いてあるんでね。見せようか。もうめんどくさい。おいしょ。モデレーターにより削除済みって書いてあるんだけどね。はい。カメラを回すとアコちゃんが映ってしまったからね。はい。ということで、透明のグラスににがり水を入れました。はい。で、木の店だと思うんやけどな、混ぜるところ。よいしょ。はい。これがね、塩、岩塩、赤。はい。いちいちここまで見せなあかんのかよ、面倒くさいなぁ。どれもええやろがって話やねんけどね。もう朝から機嫌悪いっちゃうね。悪かたないけど。ちょっと、よいしょ。今日、みきちゃんバースデーやからね、ちょっとね、穏やかに過ごしたいよね。みきちゃんバースデーを、あっちゃん家族、新しくできたあっちゃんの家族、あこちゃんも一緒に祝ってもらうんだよ。今日はあっちゃんは機嫌がいいんだよ。はい。けどね、朝からね、ソーレ飲もうかなと、お母ちゃん連絡あってトイレ会場来て言って、行ってきたら、ね、おだちに、アメちゃんに送れて、ちょっと笑うでしょ。可愛いでしょ、うちの母ちゃん。まあいいわな、まあ、ちょカメラから外したらめんどくさいね。はい、コップ変えてませんよ。手品のあれかよ。ね、今、カットしてませんよ、みたいな。手品にはネタがある。どこにはネタがないです。ネタじゃ種がありません。じゃあいただきます。あ、今日しょっぱいな。あこちゃん飲む？あこちゃん飲む？イライラ。イライラされた。しょっぱいらしい。しょっぱいってことはミネラル足りてないねんからだ。飲まなあかん。まあ、こんなで、ね、今日ちょっとお買い物行くときにね、猫ちゃんと一緒にお買い物行ってきて、で、バースデーの準備して、なんやかんやとこそこそしますわ。いや、でも、また昨日ライブで声出したね、声いそめて、そこで。またあれやん。ええ、あこちゃんって言われんね。もう帰ったんかい。昨日のは違うんかい、言われんね。まずね、こんなでね、またちょっと目を覚まして、行ってきます。お買い物行ってきます。あ、そうそう、今日ちょっとね、目がね、左の目が朝から起きて赤かって、ちょっと目薄いしておきます。結構ね、目薬よう言われるのよね。塩とにがり
と水で作ったあっちゃんの特製目薬、変なもん、得体の知れんもん目に入れて気持ち悪い怖いとかよう言われてんだけど、あのよう考えてね、目薬って何入ってる？そっちの方が得体の知れんもん入ってるやろ。あっちゃん水と塩とにがりしか入ってへんねんね、要は海の水しか入ってへんねん。海の水から水と塩とにがりが作れんだけど、それしか入ってへんのじゃ、得体の知れんもんって。目薬ってどんだけ得体の知れんもん入ってるか見たらビビるよ。こうやって入れられへんよ、その前に目を悪く読めへんねん。ちっちょでな、この薬の薬のあれだけはね、アホみたいにちっちゃで、あれどこ行った、あずきるべどっか行った、なんかガサガサ言わしたの。お塩の袋です。あずきるべがないか読めへんけどね、ちっちゃいちっちゃい字で書いたんだけど、これアレジオの入れ物やねんけど、何入っとくか書いてへんわ。エピナスチン、エピナスチン塩、塩なんとかって書いてあるわ。得体の知れんもん入っとるでしょ、そんな得体の知れんもん平気でみんな何も考えないと目ん中入れるけどさ、あんちゃん目ん中入ったの水と塩とにがりだけで、どっちの方が安全でしょうね。レッツシンクしたらよくわかりますよね、はい、はい、ということでね、この後ちょっとね、あんちゃん薬飲まなあかんねんけどね、よいしょ、朝の薬を飲んどきましょう。これ血圧の薬。いちいちね、血圧の薬と、ね、これがね、運行しだす薬。運行しだす薬。ね、これがね、運行を柔らかくする薬。酸化マグネシウム。これを、朝からね、飲むのよ。昼は酸マグだけ。夜は酸マグとうんこ出る薬だけ。血圧は1日1回朝だけね。たっぷりの水を飲んだらね、うんこがやっこくなんねんて。だっちゃん酸マグだけじゃなくさ、塩マグ、塩化マグネシウムを飲んでんのよ。何それ、にがり塩化マグネシウムを飲んでるから、飲んで使う、いろんなものにはご飯にも入れたり、お味噌汁にも入れたり、焼き物、煮物、炒め物、何でも塩化マグネシウムやで、水にも入れるし、コーヒーにも入れるし、いろんなところに塩マグ入れてるから、うんこがやっこくなってくるのね。それでも硬かって便秘やってん、どんだけ塩マグ足らんねん、ミネラル足らんねん、ちょ、体しとったからね。だから、もっと塩を取って、ミネラルたっぷりにしてね、体を、いい状態にしなあかんねん。ということで、今日は、いつもね、薬のところまで見せてないんだけどね、今日はもう、もういちいちね、全部店やな、ごちゃ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 言うやつを、薬飲むとこまで、消圧剤、消じゃない、こう、どっちでもいいや、いつもわからないね、消圧剤か高圧剤か知らんけど、なんでもいいや、血圧の薬と、あと、うんこの出る薬を飲んでおります。はい。で、血圧ってね、ある程度まで、今までの基準より下がってきて、この幅で儲けるための医療利権でその薬を作ってね、あっちゃんは170でいいと思う。その170っていうのはカチンってきて血管が、ね、血圧が上がった時に170を超えへん数値だから、今140とか50ぐらいで落ち着いてんねんけど、今日朝はね低かったんや、120、今日は測らへんね、朝からも測ってもうたんや、お母ちゃんのとこ行く前に。だから120何歩やってん、今多分お母ちゃんのとこ行って帰ってきて、で、ゴソゴソしてるから、ちょっと測ろうか、動画やしね、ちょっと血圧計取ってくれる、はい、大丈夫、分かる、ドロッドロッ、ありがとう、よいしょ、ナースコールおさんとね、自分で取りに行ってきた朝から、ね、寝ながら測ってもうたら120何歩やってん、ナースはね、ちゃうわ、何がちゃうわ、ちゃうわ、
あ、本物忘れた。いや、忘れた。本物ナースはね、ちゃんと、ね、巻いてるかと思って、これでいいのかいな、わからへんけど。で、心臓の高さまで上げて、ね、ホースの位置もね、ちゃんとして、うん、ちゃんと巻いてね。うん、教えてもらっとったんやけど、いつもめんどくさいから、ツボって突っ込んで終わり。あ、喋ったかね。多分上がってると思うよ。144、20ぐらい上がるでしょ。だから70から50ぐらいに落としといたら、血圧上がっても170、80ぐらいまで、うん、な感じで上がったっちゃ思うんだけどね、うん、そんな感じで、血圧をコントロールしていこうかな。はい、ということで今日はね、2月10日、動画は11日だけどね、10日のね、ミキシャンバースデーの朝でした。あとね、お買い物行ってケーキとかね、ちょっと食べ物、お肉買ったんだけどね、あれよかったね。2月11日賞味期限のステーキがさ、半額になってたんよ。だからいいやと思って買ってきて、あやあやってね、あこちゃんはお肉食べへんから違うものなんか作ろうかなと思って、そんな感じで今日はミキシャンバースデーを過ごします。ではまたね、バイバイ。ほな、ね、お買い物行ってきます。